もしもし、突然ですが東です。さあ、このコーナーは今週勝利した関係者の方に東さんが突然おめでとう電話をしてしまうというものですが、はい、今日は安田記念勝ちましたね、はい、ソングライン管理する林徹調教師です、はい、林先生。はい、あ、東です。ソングライン優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。まず今のお気持ち聞かせてください。いや、もう本当に夢みたいですあのビクトラマイルの時もお電話させていただいて、わずか3週間で再びの G1 勝利になりました。はい、はい、前走もお話、もう本当ついこの間ですね先生ね。そうですね、はい、はい、そこからね、はい、もうあっという間に。今日もお話よろしくお願いします。よろしくお願い申し上げます。こちらこそです。前走ビクトラマイルの時お話ししていた、お話聞かせていただいた時に、まあ、サウジの遠征、はい、あそこの敗戦踏まえて、あの時も先生、はい、やっぱ一歩踏み込んだ調教をしたとおっしゃってましたが、今回先生どのような調教をコメントするのか注目したんですが、はい、維持するんではなくもう一つ上げるんだというチャレンジということをされましたよね。はい、そこもちろん今回ボバ勢やコバ勢との素晴らしいメンバーとの戦い、またこの先も据えてたと思うんですが、はい、どのような思いで今回そのようなチャレンジされたんでしょうか。そうですね、おっしゃるように、はい、もう本当にものすごいメンバーでしたし、はいはい、まあそういった素晴らしい馬たちを相手に、はい、いい競馬をするためには、はい、まあ、やはり去年の安田記念の時の状態だったり、今年のビクトリアマイルの時の状態だったり、はい、さらにできたらその上を目指したいなということで、はい、チャレンジさせていただきました。それを行うにはやはり馬の状態つきものだと、前回話した時も先生この馬とても丈夫だとおっしゃってましたし、やはり去年の比べては反動というものももちろんなかったんですよね。そうですね、はい、そのあたりは本当に一戦一戦、大事に使ってきたことで、はいはい、馬が本当に一戦一戦成長してくれましたし、はい、またその一戦一戦こうレースするごとに牧場さんの方で見ていただいて、はい、また一から基礎から作っていただいてといったことが、こうやって5歳になって、はいはい、こうビクトリアマイル勝った後も、まあ、反動もなくさらに調整進めることができた、そのあれかなというふうに思っております。この馬頭良くて自分で体作っていくと前回おっしゃってた、今回マイナス8キロという状態、はい、パドックでご覧になっていかがでしたか。はい、そうですね、まあ、大体馬体重的にも予定通りでしたし、はい、まあ、そういった意味ではあとはすごくもう落ち着いてたので、はい、これならという気持ちではありました。はい、はい、そして今回大外18番という、馬場もどういう馬場になるかという状況でしたが、はい、レース振り返っていただきますが、道中後方6番手7番、まあ、ビクトリアとかは少し後ろ目でしたかね。まあ、どうしても大外枠でしたので、はい、ずっとやはり外外回るわけにはいかないので、なるほど、どっかでやっぱり、まあ、下げてでも内に入れざるを得ない場面は出てくるかなっていうふうには思ってたんですけれども、そこはもう本当に戸崎ジョッキーがビクトリアマイルに引き続いて、この馬の能力を 120% 引き出す素晴らしい競馬してくださったと思っております。戸崎さんも今回も2週連続乗られて、馬の状態前回よりいいんだとおっしゃってましたし、はい、前回は3週連続騎乗乗ってましたが、大きいとか、はい、やはりもう戸崎さんと林騎乗このコンビは素晴らしいですね。いや、もうこれだけ追い切り乗っていただいて、はい、いろいろアドバイスもいただけましたし、やはり乗っていただくごとに馬の状態がどんどん上がってきましたので、今回も最終駅に乗っていただいた後の金曜日の動きが本当にすごく良かったので、はい、馬の状態も上げていただいて、はい、競馬でも本当に 120% の能力を発揮してくださって、なんと俺申し上げたらいいかわからないですでも直線エンジンかかるとまるでピュッとワープというか、本当ウォッカみたいな走りですが、直線の走り、先生改めてソングラインどう見てますか、走りは。個人的にはなんですけれども、
昨日雨降った割には、特にあのビクトリアマイルの前のあたりのレースになると、そんなに打ち悪くないんじゃないかな、ババさん、はいはいはい、で割と前の馬止まらないなっていう感じ で、はい、でそんな中でビクトリアマイル内枠に強い馬がたくさん入りまして、はい、その馬たちが前の方で直線いい手応えでもう回ってきましたので、もう祈るような気持ちで見てました。ゴールバー先頭で駆け抜けた時、そして直線は、先生声は出ましたか今回は。いやもう本当に祈るような気持ちで見てたので、はい、いやもうなんか伸びてきて、はい、その前の馬をかわした時はなんて言ったらいいか分からないぐらい、なんか、はい、言葉で表現できない気持ちでした。いやまあ、レース終わったばかりですが、今後ですが、夏は一休みしてと思いますが、秋は京都なのか、はい、それともサンタアニタパークなのかという選択肢あると、まあ、もちろんオーナーサイドの方とお話しすると思いますが、どのように考えてますか。そうですね、もう私これだけの前やらせていただくのは初めてのことですし、はい、こう右も左もわからない中、オーナー様でしたり、はい、牧場様でしたり、はい、いろいろこう関係各位の皆様から本当にいろいろご指導アドバイス頂戴してここまで来れましたので、またオーナー様はじめ関係各位の皆様といろいろご相談させていただいて、ご意向を伺いながら次走を決めていけたらというふうに思っております。じゃあそこをファンの方は楽しみにしてればいいですね。はい、はい、じゃあ最後になります。改めてちょっとファンの方に一言メッセージお願いします。いやもう本当にこれだけの大歓声の中で、やはりもう今日もたくさんのご声援いただけたことが本当に嬉しかったですし、まあ、やっぱりこうやって応援していただけることが一番何よりの励みになりますので、これからもぜひソングライン号にご声援いただけたらと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。このコメントありがとうございます。今日はおめでとうございます。いや、とんでもございません。本当にいつもありがとうございます。こちらこそ、先生またよろしくお願いします。はい、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。おめでとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。いや、パドック見て負けたと思った、はい、俺あ思いました。そんぐらい見て、そんぐらい、ね、やっぱり、はい、すごくだったですかね、はい、うん、サンタニタいいね。サンタナイタ任しときゃ1回だけ行ったことある。あ、ノリザーズカップ、ね、25年前に。あ、いや、いい前です、それは、はい、もうまだ覚えてる。どこを使っているのか、いや、本当ですね、楽しみにね、はい、しましょうかね。もういつも本当にご丁寧にありがとうございます、はい、以上、もしもし突然ですが東ですのコーナーでした。